旗てるを自画像、旗てるを3月20日昭和20年12月26日は、明治から昭和にかけて活動した日本画家。本名、てるを名前の読みについては、広島市内の旗たはすべて静音で、旗と読むというが、てるを自身は、肌と、濁音で読ませた。明治20年3月20日広島市に生まれる。幼少期に、一家で、 京都市に移住するが、間もなく、父が死去。貧困の中で、明治37年京都市美術、工芸学校図案課を卒業する。千里氏の輸出用、ビロード工場に勤める傍ら、京都や神戸の貧困街や労働者の社精に励む。明治42年、前衛的な日本画家たちの研究会と展覧会を、目的に、畜佐総久茂らによって結成された。 日の絵馬画会に参加。また、日本画家と洋画家による研究会、黒猫会に参加したほか、坂木原司法、野長瀬版が、平井梅生や京都大学の若い文学研究者らと、バトサヤを結成したが、両会は、間もなく解散消滅し、以後は古典発表を中心に活動するようになる。血の池大正6年頃、京都国立近代美術館像この頃から、 漂白生活を送っており、女性問題を起こして、京都から大阪に逃げ、神戸に住まうこともあり、ついには、吉原研究のために、東京へ向かった。本人も奇抜な風貌や言動で知られた。大正元年、第二回古典では、ああ酒、と、女、とくされた、肉刀と記したパンフレットの通りのセンセーショナルな、画題のため警察に呼び出され、また大正四年には、 京都の文展会場前に京都カフェータワーと称する天幕を張りの名前版花と番下ルオ展を開催して反感店の姿勢を鮮明にした。大正6年頃から作品のモチーフには、娼婦などの敷いたげられた女性たちを選ぶようになり、人生や社会の暗部を暴くとともに弱者への共感と同情を表現主義的手法で描いた。代表作、血の池など、 慈悲心取りの歌大正12年頃、大正9年、子供が生まれたことを機に、仏教研究を目的として、奈良に近い京都府愛楽軍に今日定め、ゴーギャンの影響を受けながら、次第に宗教的題材の作品へと転じていく。昭和4年には、京都市北白川に移り、光明を求めて、ひたすら仏画を描くようになった。その後は闘病生活を送り、終戦間近には、 病床で、戦中へ日記や聞き迫る、自画像の数々を描いた。昭和20年、58歳で死去。デカダンスから巧妙へ、異端画家、旗テるおの奇跡京都国立近代美術館、2013年、9ページ。AB、星野画廊、98、生誕130年記念、旗テるおの生涯展。HOSHINOGALLERY.com。 2020年11月10日閲覧。星野画廊収集品目録画家たちが残した日の遺産。その4。生誕130年層テル王の生涯。星野画廊。2017年。9ページ。デカダンスから巧妙へ。異端画家。旗テル王の奇跡京都国立近代美術館。2013年。14ページ。星野画廊収集品目録画家たちが残した日の遺産。その4。 生誕130年層テルオの生涯、星野画廊、ウ、2017年、8ページ。デカダンスから巧妙へ、異端画家、旗テルオの奇跡京都国立近代美術館、2013年、13ページ。星野画廊収集品目録画家たちが残した美の遺産。その4、生誕130年層テルオの生涯、星野画廊、ウ、2017年、114ページ。AB、 デカダンスから巧妙へ、異端画家、旗テルオの奇跡京都国立近代美術館、2013年、3ページ。ありがとうございます。